い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけで今回は久々のお料理動画なんだけど、料理動画の中でも初めての試み、スイーツをね作っていこうと思います。ちなみに今コック帽の方は多分この後僕が編集でうまいことこの頭の方にね乗っけてくれてると思うんだけど、そろそろ編集中のお前面倒くさくなってきただろう、編集も面倒くさいだろうから、このコック帽子の方をポッ、はーい、外しちゃいます。今回は何を作るかっていうとこちらですよ。ジョジョの奇妙な冒険第8部ジョジョリオンの16巻に出てくる、ネタバレだからあんまり言わないけど、豆づくライというキャラクターが作ってくれたロマノフというお菓子を作っていこうと思います。ロマノフって言ってもデュエルマスターズのこいつらじゃないからね。とりあえず今回使う材料はざっとこんな風に並べてるんだけど、材料とかね細かいグラムの方はこの単行本のカバーを外した奥にあるここのところにねしっかり書いてあります。書いてはあるんだけど、ネットでいろいろ調べてみたらこの分量通りに作ったら結構な量できる上にそこまで日持ちするタイプのもんでもないから、今回ねこれも参考にしつつこれをベースにしてネットで書かれてる分量なんかを参考に作っていきます。ちなみにここにはねブランデーが必要だって書いてあるんだけども、残念ながらブランデー買ってくるの忘れちゃったんだよね。しかも我が家にはブランデーがないっていうね。さらに漫画の中ではこのフルーツを使ってて、そのフルーツってのがイチゴなんだけども、今8月でこの季節イチゴってなかなか手に入らないから、代わりにイチゴに似た色のリンゴとあとバナナの方にしときました。なんか別にイチゴにこだわらなくてもフルーツだったら結構何でも合うらしいんで、とりあえず今回はこの2つを使ってみます。フルーツ以外に今回使う材料をざっと説明すると、このマスカルポーネチーズと普通の砂糖じゃなくてなんかグラニュー糖って書いてあったから、もうそのまま鵜呑みにしてグラニュー糖を買ってきました。それと生クリーム、こっちの生クリームはね漫画の方には乳脂肪分 40% のって書いてあったんだけど、僕が行ったところではね 40% がなかったんで一番近い 36% にしときました。あとは蜂蜜と卵、あ卵別に1個でよかったんだわ、卵を1個です。卵黄と卵白をね分けて使うらしいです。ココア、一応純ココアっていうのを買っといた。他のはなんかミルクココアとか書いてあって、なんかさらに甘さが加えられちゃいそうだったからミルクがついてない普通のココア買ってきました。材料は大体こんなところかな。マグにも書いてある通りちゃんと容器の方は3つ用意しました。まずはこの A の容器の方にマスカルポーネチーズを入れていきます。うわ、なんだ、なんかソースも入ってたけどごめんよ、今回君は使わないんだ。よいしょ、うわー、こんな風に入ってんだ。ちなみにこれは 100g、 夏だからかもしんないけど割と柔らかいやつだ。チーズ全部をこの容器に移して、そしたらそこに卵黄を入れる。ちょっと卵黄だけに分けるか。よっ、あ逃げたなこいつ。なかなか息がいい証拠ですね。いかに料理が慣れてないかっていうのがよくわかるね。でマスカルポーネの方に卵黄だけを落とす。 A の容器に入れたチーズと卵をダマにならないようにかき混ぜる。あ、卵黄入れたからちょっと黄色みがかったね。そしたらとりあえずこの A の容器は置いといて、次はこちら B の容器の方に生クリーム、これは 200ml を入れてもうちょっとなんか先端の方クリームっぽくなっちゃってるな。でそこに蜂蜜をドサッと入れる。漫画の方でもどんくらいとか書いてなくてドサッとって書いてあったから結構入れるのかな。でこれは手早くかき混ぜる。どう混ぜたらいいんだ、なんか気のせいかな、ちょっと生クリームの方に重みができてきたような気がするぞ。なんかトロッとなってきた、もうちょっとかな。あー腕が痛いな。あでもだんだんクリームになってきたぞ。こんなことサザエがやればいいのに。なんかどう見ても最初目指してた形と違うな。どうも分離しちゃったらしいね。温度が高いことと混ぜすぎが原因らしいんですよね。ちょっとこれはねまた別のものに使うことにしてもう一回生クリーム一から作り直します。というわけで改めてね生クリーム買ってきました。ね今度は乳脂肪分が 43% でこっちはプラスだけど 3% 差になっちゃった。あとブランデーの方もセブンイレブンでね買ったんだけど、袋に入れながらこうチャリ漕いでたら途中であのこの袋の底がねこうビリッと破けちゃった。このブランデーが道路にカカカカーンって落ちてったんだけど奇跡的に割れず、ちょっと細かい傷が入ったぐらいでね、わー助かったって思ったんだけど、そっから入れる袋もなくなっちゃったからもうしょうがないからこうブランデー持ちながらチャリ漕いでてアルコール依存のやべえやつみたいな感じになって帰ってきました。ブランデーって初めて買った上に僕あんまお酒をね普段そんな飲まないからブランデーがどういうもんなのかなって話なんだけど、うわーザ酒、ちょっと飲んでみるか。あーうっ酒、一口でこれかよ、酒じゃん。大
丈夫かな、こんなん入れちゃって。アルコール何パーセントだいこれ。 37%。 そんな酒飲んだことないよ。まあ数滴入れるくらいなら大丈夫か。生クリームの失敗しない方法を調べたら、どうやら冷やすことがポイントみたいで、器もちゃんと冷やしとくし、ホイップの方も冷やしとくし、かき混ぜる道具も冷やしておいた方がいいってことなんで、ホイップじゃねえ、あの生クリーム入れる前にこう氷を入れてね、ちょっと容器を冷やしときます。容器の方も熱が伝わりやすい、このなんだろう、ステンレス製のボウルを使います。これで失敗する確率はぐっと減るはずだ。ある程度冷えたから水気も取って、さらにね、下の方氷水で冷やしておけばもうこれで大丈夫でしょう。さあリベンジだ、今度こそ失敗しないぞ。ザーッと入れて、で蜂蜜の方もどっさり入れといて、で蜂蜜ちょっと少なくなってきたからグラニュー糖で多少は補えるかなってことで、グラニュー糖も入れておこう。じゃあ改めてやっていきます。これで失敗したらまた炎天下買いに行かなきゃいけなくなっちゃうからね。空気を含ませるように、なんかとろみがついてきた。さっきとなんかやっぱ違うわこれ。いいな、これ成功でしょう。やっぱ冷やすの大事だったんだな。漫画ではとんがる感じって言ったけど、もうちょっとなのかな。硬くなってくるからさ、腕にかかる負荷が増えるんだわな。これいい感じじゃない。もうだいたい角も立ってるような気がするよこれ。そしたらブランデーを小さじ1杯、こんぐらいでいいのかな。小さじ1杯。あー垂れてる。まあこんぐらい入れて、でもう一回かき混ぜる。で混ぜたらもう一回小さじ1杯って書いてあるから、もう一回入れる。こんぐらいかな。あーよかった、今度は成功だわ。こんぐらいかな。あー角が立った、これだ。まさにこの状態だ。そしたらこのクリームができた B の容器の方に、さっき A の容器で作ったマスカルポーネと卵を混ぜたやつを入れちゃう。もうダッダッと一緒に混ぜる。いいんだよね豆塚さん、これでいいんだよね。これで失敗したらきついぜ。じゃあこれを混ぜる。おお混ざってるね。全くどんな味になるか全然想像がつかないやこれ。うん、まんべんなく混ざったかな。あでもこれでも結構な量になったな。とりあえずこれで A と B を混ぜました。そしたら C の容器の方にさっき分けた卵白の方を入れて、でグラニュー糖も後である程度泡立ってきてからこれ入れます。でこれからメレンゲを作っていくわけだけど、メレンゲの作り方もよくわかんないから、ちゃんとネットで調べたらメレンゲの方も冷えた卵白をやった方がいいって書いてあるから、一応しばらく冷やしておきました。まずは普通にかき混ぜる。ウォー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 。メレンゲって何？メレンゲってなんだ？ヨー！なんかの詐欺とかじゃない？最初の方に砂糖入れちゃうとこれ泡立ちにくくなるらしいから、先に泡立てておくんだって。こないだ最悪だったよ。焼き鳥屋で鶏ソースを頼んだらレバーばっかり入ってんだよ。俺レバー嫌いなんだよ。トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 。それなんかのさらげだったんじゃない？泡立ってきたら回数数回に分けてどんどん砂糖を入れていくんだって。もう一回砂糖を入れて、ラスト砂糖を入れて、こっちも角が立ってきた。ふわふわだろ。どうや、これがメレンゲだ。メレンゲができたら、わあふわふわだね本当に。 ABC をこの泡をちょっと潰さないように優しく混ぜる。全体的にふわふわしてきたね。これで黄金のようなクリームとなる。この名前がロマノフ、イタリアンデザートティラミスの上ランクの完成。そしたらロマノフに添えるこちらの果物リンゴの方をとりあえず切っていく。ちなみに品種は富士リンゴです。真ん中の芯も取っておこう。こいつはちょっとだけ切り込みを入れといて、皮を剥いてラビットにしといてやろう。ちょっと不格好だな。うわアシンメトリー。もう一匹仲間を作っておこう。ベネネの方も皮を剥いて平たく切る。そしたらお皿の方にロマノフをこう盛り付けて、こんな風にね盛り付けて、フルーツの方をそれっぽく添える。セミがうるさい。そしたらココアパウダーをこうまんべんなくね、うん、ちょっと汚いな、こう上に乗っければはいロマノフの完成です。あちなみにこっちはバナナバージョン。絶食。はいそれじゃあロマノフ食べてみましょう。味の想像が全くつかないんだよな。とりあえずこっちのリンゴの方、ココアパウダーとロマノフをつけていただきます。うまいわ。へえこういう味なんだ。あこれはうまいね。このロマノフの方はね、ほとんど泡みたいな感じでふわふわしてるんだけど、いろいろ蜂蜜とかグラニュー糖は入れたけど、
うん、甘さもそこまで強くないね。なんていうかね、フルーツの味を引き立ててくれるような感じの味って感じ。感じ言い過ぎ。果物だったらこれ大体合うかもね。ココアパウダーかけたことによってちょっと苦味も加えられるから、割とこんな風に多めにかけたのも正解かもしんないね。ブランデーは入れたけどそこまでアルコールの感じもなく、全然しつこくなくてね、さっぱりした感じです。うん、これうまいわ。いちごに確かに合うかもしんないね。じゃあ次こっちのバナナの方食ってみよう。これバナナも絶対合うでしょう。合うわやっぱり。なんかこれ普通にうまいわ。うん、これなかなかいいおやつだね。今回紹介したようにね、このロマノフってお菓子は火を一切使わないから、こう夏暑くならなくていいなって思うけど、いろいろ生クリームだったりメレンゲ作るときはなんか冷えてないといけないから、夏に完全に向いてるかって言われたらちょっと怪しいけど、火を使わないから子供でも安全にできると思います。まあ、ただこうやってカシャカシャかき混ぜるのがね、ちょっと大人の人向けような作業の感じはしますけどね。いやもうすっごい美味しかったです。ぜひまた作りたいですね。というわけで今回はこちら、ジョジョの奇妙な冒険の第8部ジョジョリオンの16巻で出てきた豆づくライが作っていたスイーツロマノフを作ってみたよという動画でした。皆さんもよかったらね、トライしてみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。